オリクトドロメウスは白秋中期に、現在の北、アメリカに生息した小型の長脚類恐竜の属の一つである。化石は、モンタナ州南西部のブラックリーフ層及び、アイダホ州南東部のワイアン層のいずれも白秋中期、セノマン期の9500万年前の地層から発見されている。小型でおそらく足の速い装飾恐竜のトガである、ヒプシロフォドンカに属し、 初めて穴を掘る修正の証拠が示された恐竜である。オリクトドロメウスは、ブラックリーフ層で発見された、ホロタイプモア 1636A に基づいており、この標本は、生体の部分骨格であり、前上顎骨、部分的な脳箱、3つの頸椎、6つの動詞、7つの線椎、および23個のお椎、肋骨、肩帯で、両側の頸骨、不完全な飛骨、 一つの中足骨が含まれている。二個体の追加的な標本が発見されており、いずれも、幼体で、モア 1636A の55%から65%の大きさで、標本番号モア1636ビットと、されている。このワイアン層からは、多数の部分的部分骨格が発見されている。オリクトドロメウスは当初は、骨化した尾の剣を書いた状態で記載された。 しかし、ワイアン層の標本から、ドーシー、センツイ、オシーに分厚い剣の網目が存在していることが分かった。おそらくこれは、以前に考えられていたより、国家剣が柔軟であることを示している。ブラックリーフ層の標本については、後、全身及び骨盤に土を掘って移動するための適用があることが記載された。筆者らは、オリクトドロメウスにはモグラ、ハリモグラ、 ボンバットといった穴掘り専門の動物に比べると、全種の適応が少ないと指摘している。しかしアードウルフ、モルモット、ハイエナ、ウサギなどのように走ることにも穴を掘ることにも、適応した動物よりは、幾分適応しているとした。二足歩行であるため、走ることに影響を与えず、全種を変化させることが可能なためである。分岐学的な解析によると、オリクトドロメウスは、 規定的な身長逆類に配置され、ヒプシロフォドン科のオロドロメウスや、ゼフィロサウルスなど白亜紀のモンタナ州に生息した族に、近縁であることが分かった。オロドロメウス及びゼフィロサウルスは、幅の広い糞分など穴を掘ることに適応した特徴を、オリクトドロメウスと共有している。加えて、オリクトドロメウスの標本では、巣穴の中にいたことを示すものも、同様に保存されていた。これは、 ヒップシロフォドンカが結挙性動物であることを示唆する最初の証拠というわけではない。ロバート・バッカーは1990年に非公式なものとしてジュラキのワイオミング州に生息したドリンカーが結挙性動物であるという主張をしている。しかし、これは未まだ出版されていない。三個体のオリクトドロメウスが地下のネグラ、もしくは巣穴に埋まった状態で発見されている。この穴は 長さ2メートル、幅70センチメートルほどであった。これらの骨格は密集して押し込まれ、関節しておらず、巣穴の中で死んで腐敗したことが示唆される。これらの巣穴は、現在のハイエナやツノメドリ族のものに似ている。内部は砂で満たされており、結果として周囲が、低岩や粘土岩なのに砂岩となっている。保存された巣穴の区割りには2つの形態があり、様々な 大きさの二次的な砂岩の筒が付属しており、おそらく小型の語り共生者が巣穴にいたようだ。巣穴は推定上の生体の大きさに適合しており、掘ったのが生体のオリクトドロメウスあることが示唆される。オリクトドロメウスは一般的なヒプシロフォドンカノ族と同様に小型で、素早い草食動物であった。この側面は名前にも反映されており、オーグタドローミアスキュービキアラリスとは、 巣穴を掘って走るものという意味であり、この推定上の生活様式に言及したものである。生体では体長2.1メートル、体重22から33キログラムほどで、幼体では1.3メートルほどであった。幼体が生体と共に見つかったことから子供を保護していたことが示唆され、少なくとも巣穴を作る動機の一つは子育てのためであるようだ。幼体の大きさからは、 子育ての期間が長かったことが示唆され、ありがとうございます。